いや、暑いですね。この暑さを癒すためには、冷たいものを飲むか、涼しい環境に行くかしかありません。まあでも場合によってはお金を使うこともありえますよね。まあ冷たいものを買えばお金かかるし、涼しいところに行こうと思ったら、その場所とかね、空気の空調が効いてる場所を提供しているところに行かなくてはいけませんけども、まあどちらにしても、快適さを提供するということについては、これは私たちにもできなくはないかなっていうところがありますね。まあでもなんで人はね、自分の求めてるものを人に求める、人に与えることはないのかなと思うわけなんですよ。ちょっとね、面白い、コメントを私ね、あるところから入手したんですよね。それは今参院選ってのが行われてます。いろんなね、政党が有権者に電話して投票お願いしますって呼びかけてるんですよ。まあ公明党も自民党も立憲民主党もそうですけども、いろんなね、国民に呼びかけて、有権者に呼びかけて、投票行こうお願いします、できれば公明党にお願いしますみたいな感じで呼びかけてますね。いわゆるセールスをしてるわけなんですよ。でもたった一つだけコールセンターを設置して、お客様からの、国民からの電話を待っている政党があります。それが NHK 党です。なぜこういうことが起きるのかというと、サービスがいいかららしいんですよね。そうですね。確かに、有権者がいろんな政党の人に問い合わせをしようと思った時に、その窓口って実は限られてるんですよ。で、私はこの半年間、1年間、各政党の事務所や国会議員さんに電話をしました。でも、直接党首が出てくれるところってのは NHK 党だけなんですよ。直接自分の声や思いを時間をかけて聞いてくれるところは NHK 党だけなんですよね。だからそのサービスをまた利用するために NHK のコールセンター、 NHK 党のコールセンターに電話をする。そしたら聞いてくれる。そしてそれが政策に反映されるってことになります。でも自民党なり立憲民主党なり社民党なり電話かけても、窓口に出てくれる人は確かにいるんですけども、細かいことを聞いたらね、あ、僕電話番なんでわからないんですよ、じゃあ伝えておきますみたいな感じでメモを取ってる様子はありませんね。だからね、非常にもったいないことをしてるなと思うわけなんですよ。せっかくそこには各政党のね、サービスがあり、思いがある、いわゆる商品があるわけなんですよ。でも商品を欲しいと思ってアプローチしていく NHK 党があると思えば、うちの党にお願いしますというふうに営業をかけないとね、有権者に接することができない政党があって、まあ、こういったところにも、なんかね、質の良さ悪さが出てるのかなと思います。まあでも本来なら、自民党をはじめとする伝統的な政党が人気のはずなんですよ。で、実際数字も人気なんですけども、より国民の声を聞いてもらえるところというと、今はなんか NHK 党しかないなっていう風なのがね、私の率直な思いで。で、これからこういった形で電話をすればいつでも責任を持った人がその解釈とともに聞いてくれるところが NHK 党だけだとすると、他の政党っていうのは話してもしょうがないんですよね。もちろん既存の力を一番つけてるのは自民党をはじめとする政党なんですけども、これからのことを考えたら、そういったね、自分たちの勢力を伸ばすためのことはするけども、肝心な国民の声を聞いてくれないところはもしかしたら選ばれなくなるかもしれないですね。はい、というところでね、吉谷さんも私も同じのように、自分からセールスをかけたりすることはないんですよ。自分から塾生さんにアプローチを積極的にかけることはあんまりないんですよ。ただし塾生さんからいろんな問題が寄せられたら、それを最速で最短で本人が返信するというところでは、どちらかというとね、やり方はね、 NHK 党に似てるんじゃないかなと思って親近感を持ってるところですね。そもそも党首の電話番号を YouTube でこうやってね見せてるのって前代未聞ですけども、それでも仕事はちゃんとできてるんですよね。だから各政党の党首が忙しいから電話が受けられないっていうのは、果たしてそうなのかなと思っちゃいますよね。それこそね、なんか税金から集めたお金で援助交際してる暇にね、そういった自民党の議員もいますからね、お客様からっていうかね、国民の声を一人でも聞いた方がいいんじゃないかなと
もちろんその援助交際をしている18歳の女の子も国民の一人なんで、ベッドでその人の悩みを聞くのも一つなのかもしれませんけどね。ということで今回は飲酒をさして淫行に及んだと言われている、そして雲隠れしている吉川赳というね、自民党を離党した元自民党の国会議員に対してのメッセージも込められておりました。しかしタイトルを何かにするといえば NHK の N ですね。いってらっしゃい。